しかし、まあ、あのサポーターってのはね、はい、すごく力になるでしょう。そうですね、いつもすごい応援してくれますから、ね、まあ、ほとんど満員ですし ね、 ね、あの中村さんなんかはね、あのアウェーで鹿島行った時にこうやりにくさってのすごく感じるんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。そうです、鹿島スタジアムはほとんど鹿島ファンで埋まるしやりづらいですけど、うん、そうです、コーナーキックに行く時が一番嫌です。コーナーキックサポートに一番近づきますね。なんか飛んでくるんです。なんか言われたりする、そんなことない。まあ言われたりはしますけど、うん、あんだけいるからあんまり聞こえないですけど、たまに物がそれはね、皆さんやめていただきたいと思います。なるほど、さあ2位まで発表しましたんで、いよいよ残すところはあと1つということになりますが、阿部さんお願いします。はい、残っているのは第1位ですよね。ご覧ください、第1位はこちらです。607ポイント。まだ記憶に新しいですね、2000年の鹿島アントラーズ3度目に頂点に立った試合が第1位になりました。第1位の VTR ご覧ください。圧倒的な攻撃力、曲げてきた、積み上げてきた実績と自信、鹿島アントラーズは史上最強の称号を手に入れることになった。アントラーズは前半から圧倒的な攻撃力を見せつけます。鈴木のゴールによって鹿島の攻撃にさらに拍車がかかります。角田が上がってきている。今度はビスマルク、シュート、バラハシ、シュートだ。バラハシが最終ラインの裏へスッと抜け出てきて、秋田、奈良橋の計算されたプレー、奈良橋の強烈なシュートはマリノスの指揮を完全に奪い取りました。上げてくる裏をこれは完全に狙ってきましたね。意気消沈したマリノス、中田の上げたボールがそのままゴールへ。強さも非常に目立ちます。狙ってきた、おーっと、やることすべてを味方につけたアントラーズ、積み上げてきた実績と自信が見事に花開きました。前半で3点を挙げた鹿島アントラーズはマリノスを圧倒、3度目の栄冠を手にし、王者アントラーズの存在を改めて印象付けました。はい、再びお便りご紹介します。まずは中村選手に対してのお便りです。北海道の関本さんから、 F マリノスの大敗にショックでした。そして中村選手の涙に一緒に泣きました。今年は悲願の年間チャンピオンに輝いてほしい、応援していますということです。それから続いては中田選手に、茨城県のアッコさんから、中田選手のセンタリングシュートに目から鱗でした。とても素敵な選手だと思います。これからもあのような意表をついた活躍ぶりを楽しみにしていますということでした。中田さん、今だから言っちゃいましょうよ、はい、あれはクロス狙ってたのか、はい、それともシュート。狙ってません、うん、クロスです。あ、じゃあミスキック、はい。でももうゴールしたんですか。うん、中村選手の方は今またあのシーンを見てね、今シーズンにまた期する思いっていうのがこうメラメラと湧いてきたんじゃないですか。うん、そうですね、やっぱり何もできなかったっていうのと、まあ悔しいのと、まあいろいろありますけど、うん、その経験っていうのは、これからの中村選手にかなりこう糧になってますか。そうですね、うん、まあ負けて学ぶこともあるし、プラス思考で頑張ってますけど、うん、そうですね、次こそっていう気持ちにやっぱりなりますもんね。そうですよね、うん、長谷川さん、はい、いろんなシーン見ていただきましたけれども、はいはい、長谷川さんは一番思い出に残ってるのは。そうですね、98年のアントラーズが優勝したシーンですかね、うん、たまたま私行ってたんですね、あのスタジアムに。で本当に、ね、鹿島スタジアムのその雰囲気すごいいいなって感動したんですよね。
でそのいつかはね現役やってる間に日本平でああいう経験をしたいなって そういう気持ちになったんですよね あの場に行って、ね、だから本当にあの鹿島スタジオの雰囲気っていうのは本当にいいなって感じがしましたね。原さんは、はい、あの原さんの所属したレズはあまり出てきませんでしたけれどもそうですね、あの悔しい思いばっかりというのが私の印象ですけど、ただ本当に J リーグはねこういろんな歴史を積んできてどれもこれもこう思い起こしてくれるシーンばっかりだなという印象です ね、まあ、あの90年代というか、ねはい終わりましたけれども、これからまたあの21世紀これから新しいまた J リーグの歴史が、うん始まっていくというそしてまたあのハイビジョンでいろんな、ねええ、名場面をまたこう VTR に撮ってお伝えしていきたいなというふうに思っています。はい。